ロッシュ・ブラジリアーノ・ロッシュ・ブラジリアーノはオランダ人のバッカニアである。彼はヘンリー・モーガンに主導されたいくつかの遠征に参加したことでも知られる。ブラジリアーノはオランダ西インド会社の年期暴行としてブラジルに渡った。年期暴行から解放された。彼はジャマイカ島に渡ってから海賊の仲間に入り、そのうち海賊たちのリーダーになっていった。ある日、 彼と仲間の海賊たちは金のノベ板を大量に積み込んだスペインの大型船を発見した。これを襲った彼は財宝をポートロイヤルに持ち帰り人々から永遠融資された。ブラジリアのはカンペチェ近辺の沿岸部を航海していたところ嵐にあって漂着してしまった。その地で海賊たちはスペインの騎馬隊と遭遇し戦闘が巻き起こった。 戦いは1時間ほど続き海賊たちが勝利した。彼らは配送したスペイン人の馬を奪った後、数隻の木材運搬船を発見したためこれを襲った。その船でスペインの船舶を襲って在庫を奪い、それをポートロイヤルで売りさばいた。しかし、遊び放けていために売りさばいてできたお金も尽きてしまったので、再びカンペチェで海賊行為を行った。 しかし彼らは拘束され、地下牢に監禁された。そこで、ブラジリアノは、スペイン総督に対して、脅迫文の書かれた手紙を送った。その結果、金輪際海賊行為はしないということを、確約させられた上で彼らは釈放された。しかし、ブラジリアノはその誓いを破って、海賊行為を再開した。彼は、キューバのピノス島に財宝を埋蔵していた。しかし、 カンペチェの異端裁判所で拷問された彼は財宝の隠し場所を話してしまった。その結果、8レアル銀貨10万枚以上がスペイン人によって発掘された。ブラジリアの和酒を飲むと無差別に人を殴ることがあった。スペイン人に対しては、些細なことで残虐な仕打ちを与えていたが、カンペチェでの拘束事件後はさらに残虐になった。ある時など、スペイン人捕虜が 物資のありかを隠したことに憤慨し、木製の焼き串の上で生きたまま焼き殺してしまった。ブラジリアーノは、海賊仲間に借金を背負った人間がいると、その借金を肩代わりすることがあった。ありがとうございます。